パート4です。田中先生にお聞きしている明治天皇のお姿、いよいよ90年代に入っていこうと思います。議会が開催され、憲法もでき、ようやくよちよち歩きではあれ、日本という国家が近代、世界の仲間入りをした、そんな段階だと思います。先生、よろしくお願いします。はい えとまあ、大日本帝国憲法が発布されて、まあ、議会が開設されるというその文脈の中で一、まあ、つ、例えばその明治天皇が関わっている出来事といえば、建管彰直ですよね。はい、伊博文第二次、伊藤博文内閣がまあ要は海軍軍閣の予算案を議会に提出する、はい、え当時の民権派自由党と立憲改新党、これがまあ反対する、はい、という中でえ明治天皇が仲裁に入ったのが建管彰直。 ですね、ちょうどさっきの,あの公平な仲裁者を、はい、まあ実行なさったわけです、ね、そうですね、うんえと、当時の自由党、改新党が、えー、主張していたことが、地層を軽くしてほしい、うん、でそ,のそうするとまあ当然、財源の問題が出てくるから、うん、無駄遣いを減らして、地層を軽くしろと、うんうん、でそれに対して、えー、政府の側は海軍軍拡の予算を提出する。 でその両者の対立を明治天皇はですね、えー、給定費を一部削減する、それから明治政府は、えー、行政改革などを行い、歳出の削減に努める、つまり、えー、自由党や改新党が主張するその無駄遣いを減らすことについては、政府に実行させることを条件に。 伊藤博文内閣が提出した海軍軍拡の予算を認める。嫌韓するぞってことですねねそうでですすから、うん、両者の意見を受け入れているという意味で、公平な立場からまあ仲裁しようとしているというふうに言うことができます。こう言われたら、自由党も立憲改進新党も、はい、分かりましたなっちゃうんですよね <laughs> そうですね。それはこの当時の、まあ、なんだろう支配層というのは、基本的に、まあ、天皇に逆らう勇気みたいなものっていうのが。 ある人がそんなに多くないですからっていうところがありますね。やっぱ、こういう時に、はい、やっぱ、これはこれで立憲君主制のいい面ではありますよね。もう、なんか。そうですね。うん、その人が公平な立場から何か言ってくださったら、それまで、ギャンギャン対立しあって、でも、もう。あ、まるこ、まるこさんもありましたみたいになるっていうこと自体、ね。そう、そう、そう。だから、これは一つの知恵。うん、だから、えー。そういう意味で君主制に機能があるのだとすれば。うんうんうん、そうですよ。 現代で言うたらば、うん、憲法に例えばそういうことを書いておくっていうのはまあ一つ大事なことではありますよ、うん、ただこれは難しいんですよね結局だからその公平な立場から仲裁するっていう高度な政治判断を国事行為と呼べるのかみたいな、うん、もうそもそもそうだし、うん、まあちょっと失礼なこれは言い方になりますけど大正天皇にはできない明治天皇にはできる だからその個人の資質の問題になってしまうちょっと憲法に書きにくいですよね、そ,れならねそ,う,そうそうそう、うん、だからそこがね、やっぱりなかなか難しいですね。はい、で先生で、この頃ちょうど日本が、はい、えと立ち向かった試練として、日清戦争というのがあったと思うのですがありますね。 えっと、この日清戦争においても、ですね結構、明治天皇っていうのは大きな役割を、まあ、あまり知られてないんですけども、果たしています、はいえっと。まず近代日本、まあ、つまり明治憲法体制下では、うんえー、統帥権が独立していますから、うんえー、軍の指揮、統帥に内閣が一切関与することができない。う でそうすると、ですねその、まあ、昭和の日本でありました、えー、例えば内閣が、えー、今、陸軍がどこを攻撃してるか全く知らないというあのギャグのような話っていうのが、ですね当然出てくるわけです。でこれが内包されてたわけですね、制度としてはもう内包されてるわけですけれど、ところがですね。うん この日清戦争の際はです、ね、内閣総理大臣が伊藤博文なんですけれど、はいうん、え伊藤博文はです、ねえー、明治天皇の強い意向で、えー、大本営御前会議には参加しています。はい、つまり、これは前代未聞なんですよあの。要は昭和の日本を考えるとありえないです。大本営政府連絡会議に参加することはあっても、 首相がですよ、うん、大本営の会議に首相が出るなんていうのは、これ、前代未聞なんですよ。うん、要するに、軍と海軍で作戦やろうっていうときに、好井さんがそこにいるみたいな、そういうことですね。でだあの、アジア太平洋戦争の際は、あの東条英機が首相であり陸将だから、当然参加してるんですけど、普通ないんですよ。うん ところがですね、やっぱり、まあ、明治天皇としては、この伊藤の信頼感というのはやっぱ大きいんでしょうね。うん、でしかも、参謀総長、当時の、えー、陸軍参謀総長がですね、有川宮垂人、えー、明治天皇よりも年長者で、まあ、当時の、んていうんですかね、皇族の、んていうんですか、その重しと言ったら変な言い方ですけども、まあ、中心的な存在でもあり、 まあ長くその明治政府のもう中枢にあったことからです、ね、まあ、名誉心なんか一切ないんですよ。要は、例えばこの戦争で手柄立てて出世してやろうみたいな、そのあの昭和の,あの陸軍軍人どものですね、<laughs> なんていうんですか、そのてめえのためだったら何やってもいいみたいな、そういうあの滑走はないんですね。なので、アリス側のみ当たる人も OK するわけです要は、伊藤を、要じゃあ、あ陛下のおぼし召しもあるから、えー、大本営の会議に参加させようという。 だからここら辺もですねやっぱりこれ、明治天皇が言ったっていうのが大事なんですよね。うん、これを例えば、その伊藤博文が自ら言ったとかなると、例えばその陸軍のメンバーたちがなんだよみたいな感じにやっぱりなりかねないところを、うんうん、だから明治天皇はまあ自分が言った方がいいだろうという、例えば、その、まあ、もちろん明治天皇の伊藤に対する存在感もあるんだけど、自分が言わないと、伊藤もなかなかその参加するのも難しいよなというような、まあ、あるわけですよね、認識が。 戦争とは政治であり、外交の延長なわけですから、はい、これは当然です,当然ですよね、ですね、うん、当然です、だから、はいあの、その意味で、明治天皇というのはやはり、明治国家を支えていた、まあ、建国の父の一人であるということは、まあ、やっぱり言えます、ねはい、うん。で、この,あの、うん、日清戦争というのは、広島に大本営が置かれて、そして、はい 明治天皇までそこに行っちゃって、東京が空っぽになったと聞きました広島の市民がひどく喜んだというふうに聞いたんですが通信状況のやっぱりこの時代は限界というのがありまして、はい、やっぱり戦争指導が戦地に近い方がいいという、当時、東京からの鉄道の終着点が広島だったんです。あ福岡行っってななかったそうなんです、うん、です えー、広島はもともと軍の都市でもありますから、そういう観点から広島に、えー、移動します、えー、1894年の9月15日、うん、はいで以降、ですね広島では明治天皇は常に軍服を、えー、着用し、まあ戦意公揚ですかね、うん、まあやっぱりその広島に天皇が赴いているっていうのが戦意公用、すごいですね。うんうん、はい、うん いやこれ、記録見てるんですけど、すごいですよ、食事は執務室のテーブルで取り、うん、夜になると、その執務室の、えー、執務室にベッドを入れて、えー、寝食と執務を同じ一部屋で済ませたと。うんうん、で、増築を進める側近の、な、ま、ん、あ、だろう、勧、あのー、めには一切それを許さなかったと。うん、やっぱそういう やっぱそこら辺はあれなんでしょうね。自己の教育の影響もあるんでしょうね。はい、うやっぱそこら辺はなんかちょっと誇らしいなと思っちゃいますね。<laughs> そうですね。まあ、なんていう,でうん言うでしょう。まあ、だから尊敬されるんだろうなっていうのがやっぱありますよね。うん。うんうん、で、戦前で、いや、前線で、ね、兵士が戦ってるのに、美味しいものばっかり食べててっていう、それじゃあちょっとですよね。うん、やっぱりちょっと違うよなという。うん、で、これ、女官もいないんで。あ、よかった。うん。 女官もいないので、あうん、まあ当然、あまあ、当たり前っちゃったり前ですよね、なんかね、だから日常のことも自重がやってるだから、昭和の高級軍人たちが、その前,そ<う>前線の,その司令部にまで芸者連れてったのから見たら、もう、そうですね、うん。うん、だから、やっぱりここら辺がなんていうんですかね、まだまだ日本は文明国入りしてないぞという、やっぱ緊張感もあるんでしょうね、その、なんて言うんでしょう、その、 うん、そのなんていうんでしょう、糸弘文をはじめとする元老たちとか、この明治天皇たちにそういう意識がこう共有されてるっていうのがよく言われるその建国の父っていう表現なんですけども。うんうん、やっぱりその緊張感がありますよね、これね。あで侍従たちがもう、身の回りのことやってたわけですね、もうそうだからこれ、あの記録にあるんですけど、侍、え、従、ー、の1人で日野西助弘っていうのは、はい、風呂の準備や話の方をあを、はい、天皇から教わって行っていたと。<laughs> 要は <laughs> <laughs> あの旅館はいつもこうしているぞみたいな、なんか、ねまあ、なんか微笑ましいといえば、微笑ましいですが、はい、今、広島城の、えー、と行っても、敷地の中にやっぱりかつての代表演、ここですっていう、そういう、あるんですよね、やっぱり。ですから、今でもこのことは広島市民の心のどっかにはあると思いますよ。で、かつて、はいまあ、凱旋するわけですよね、はい、日清戦争ですから。うんうん、はい この日清戦争っていうのはその広島に弾砲兵が移ったっていうことも一つ相まってです、ね、その国民の中で天皇と共に戦ったぞっていうその、うん、でしかも勝ったぞというやっぱりその意味でなんだろうその多くの国民たちが天皇っていうものを意識するもともと意識してた部分当然あるんですけどより一層意識する一つの大きなやっぱきっかけにはなっているという意味で。 まあこれが良、ね、くも悪くもその近代の天皇や皇室っていうのがやっぱその戦争で存在感を増してくるっていうところにはあるんですよね。まあ、これはその立憲君主っていうのがやっぱり国民の統合の象徴なんで統合がどういう時に必要なのかっていったときに戦争の時にやっぱり必要非常時の時に必要になるという、まあ、その側面と合わせて考えていただければいいと思いますね。はい でこの日清戦争でやっぱり賠償金もしっかりもらえたことから、それであの金本位制に移れたとか、あるいは全国の小学校が充実した等の話が以前、先生からあの学びました。ということは、やっぱり日清戦争の勝利ってのは、日本の近代化を大きく進めたというふうに言っていいでしょうね。そうですね、大きいですね。まずはその東アジアで間違いなく日本が一番であるという認識ですよね。うん、一方ででその三国干渉ですよねはい 要はロシアがまあちゃちゃ入れてきたぞというまあところですよね。だから、その日清戦争の後一息つけるかというと、またそれはちょっと違うかなというところはありますが、まあ、あのその歴史の中での日清戦争の役割というのは、やっぱり日本にとってはかなり大きいものがありますよね。近代化、進展という意味ではありますし、また靖国神社なんかも、やっぱりこの日清戦争の時に1万6千人ぐらい亡くなってますから、焼魂祭が行われるわけですね。 でこの日清戦争後の昭恭祭は明治天皇もこれ参拝してるんですよ。はいうん、ですので、まあ、そういう意味でそのなんだろう靖国神社っていうのがこう存在感が高まっていく一つの、まあ、背景でもありますよね。まあ、やっぱり言い方良くないですけども亡くなった人が多くなることで明治天皇あの、靖国神社の存在感っていうのは高まってきますから。はい それはあの先生があの夏から秋にかけてお出しになってた、あの、じ授業で教えないシリーズっていうので、あ、そうですね。はい、とっても詳しく、あの、えっと、レクチャーされていますよね。はい、ありがとうございます。うん、はい。えー、次のシリーズは、まあ、冬には出せるんじゃないかと思うんですけど、うんうんね、ちょっとさすがになんか11月は忙しいんで、<あ>はい。今もう、添削で忙しいってことでしょうかまあ、そうですね。受験生がは、うん、はい。以上持ってますんで、という感じですけどね。はい。 では先生、次のパート5でいよいよ日露戦争に入っていこうと思います。はい